ご視聴いただきありがとうございます。速報、サッカー日本代表、カナダ相手に4対1完勝きた。この勝利に対してネット上では様々な意見が飛び交っています。そこで今回はアシと一緒に。速報、サッカー日本代表、カナダ相手に4対1完勝きた。この件に関するネットや海外の反応を見ていきましょう。このチャンネルではアシと一緒に日本や海外のサッカーに対する情報やネットや海外の反応を一緒に見てもらうチャンネルになってるから、よければチャンネル登録していってね。日本代表は10月13日カナダ代表と対戦し4対1で勝利した。システムは 4-1-4-1 で、ゴールキーパーは大迫圭介、フォバックは右から毎熊誠也や冨安健洋、町田博樹、中山雄太、アンカーに遠藤航、インサイドハーフは南野拓実と田中を、右サイドに伊東純也、左サイドは中村敬斗、ワントップは浅野拓磨というラインナップだわさ。日本は開始2分に田中のミドルシュートで先制、22分には PK のピンチもゴールキーパー大迫がストップ、清水から献上したピンチをしのぐと、39分に相手のオンボールでリードを広げ、42分には浅野のアシストから中村がチーム3点目をゲット。迎えた後半49分、左サイドからの崩しで伊藤の絶妙なラストパスから田中が右足を振り抜いて豪快にネットを揺らした。終盤に1失点も、それ以上は得点を許さず勝利を手にした。今回の快勝に対してのネットの反応をアシと見ていきましょう。ネットの反応、名勝負1のおかげで日本めちゃくちゃ強くなったな、歴代最強だわ、日本強くなりすぎだわ、三笘不在、久保、板倉、森田、菅原ら温存で、これは激アツ展開、カナダ荒すぎだろ、三流リーグのセルティックの春日中村壊しやがったわ、カナダって弱くないのにな、日本マジで史上最強、別に強くもないけどな、森安名勝だわ、無敵艦隊時代のスペインみたいな感じだな、ノリに乗ってる、アジア杯で鼻っ柱おられないようにしてほしい、田中碧の謎の得点力何なんだ、ドイツとスペインから点取ってんだぞ、田中で始まり田中で終わるアンチ並みダメだな、交代選手全員ダメだったな、全員守備緩くて簡単に持ってかれたな。今回紹介した記事や引用した内容については概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。